清水エスパルスから選ばれています斉藤。しかしちょっとあの心配になるのは、足したあのスイーパーリベロでリハルが出れるんですよ。シュート、川口、ナイスキーパー、川口守りました。さすが川口。でもあの2列目から入ってくる選手がノーマークですごく気になりますね。つかめてないですね。ゴベルト・カルロスですよね。はい、あのトップのラインだけの守るという意識は強いんですけど、入ってくる選手は相変わらずちょっとフリーですね。そうですね。あのオリンピックではロベルト・カルロスのシュートも止めています、この川口。世界一のフリーキッカーと呼ばれます黄金の左足、その強烈なシュートも今川口が防ぎます。